イタリア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。11歳の時にインテルのテストに合格するも低身長が災いして活躍の場が与えられなかった。それゆえ20代半ばまでは無名に近い存在であった。天気が訪れたのは1989年から1992年にかけて在籍したホッチャー時代からで、 チェコ人指揮官図でネクゼーマンの勲等を受け1991から92シーズンには同チームで11得点を挙げた。同年ラツオに引き抜かれると1992から93シーズンには26得点を挙げ得点王となった。翌1993から94シーズンには負傷のため前半戦の多くを欠場せざるを得なかったが、 最終的には二十四試合出場で二十三得点という得点率で二年連続得点王となった。九百九十五から九十六シーズンにも通算三度目の得点王にとなったもののその多くは PK によるものであり往年のスピードはすでに失われていた。また、ラツヨ時代には毎年十五ゴールは確実にダッシュするもののタイトルとは縁がなくラツヨは シニョーリが移籍した1997から98シーズンにコッパイタリアを1999から2000シーズンにはスクデットを獲得するなど巡り合わせが悪かった。イタリア代表としては1992年5月31日のポルトガル戦で代表デビューを飾り、1994年の FIFA フフワールドカップ。 アメリカ大会をはじめ国際 A マッチ28試合出場7得点を記録した。クラブレベルでは実績を残したが、イタリア代表としては、ロベルトバッチョやピエル・ルイジ・カジラギを徴用するアリゴ、さっき監督の下では思うような結果を残せなかった。94年 W 杯時には、セリエ A 得点王として大会に臨んだが、 左サイドハーフに起用されるなど実力を発揮することはできなかった。2005年からはハンガリーの FC ショプロンでプレーしていたが2006年に現役を引退した。引退後はライラジオ1のサッカー解説者を務めた。2008年5月28日から2009年1月28日にかけてテルナーナカルチョのディレクターを務めた。 2011年6月1日、イタリアカブリーグのヤオ町に関わった疑いでシニオリの身柄を拘束したと捜査当局が発表。ヤオ町に直接的な影響力を持つ賭博グループの主要メンバーだった疑いも持たれた。8月9日、イタリアサッカー連盟はシニオリに対しサッカーに関わる活動を5年間禁止する命令を下した。ありがとうございます。